IT 企業、成長ベンチャー、スタートアップへの転職なら DYM 転職。あなたの強みを生かした転職をサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ねえちゃんことです。イラです。今日は新しいゲスト加藤さん、かっこ亀井にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤さん、どちらの企業出身ですか？新卒で竹中工務店の方に入社しておりました。で、今は退職しております。竹中工務店についていろいろ伺っていきたいんですけども、はい、竹中工務店って何をしている会社でしょうか？工務店っていう名前の通り建設業をやっておるんですけども、その中でもゼネコンと言われる、いわゆる元請けですね。お客さんから建物作ってほしいと言われましたら、まず、設計図から最後建てるとこまでやるんですけども、実際建てるんではなくて、大工さんであったり設計業者さんであったり全てを取りまとめて建物を作りますというような会社をやっております。他なんか清水建設さんとか鹿島建設とかあると思うんですけど、はい、そこの建設会社さんと、まあ、ゼネコンと比べると竹中工務店さんはどのポジションなんですか？売上とかでいうと大手5社と言われるスーパーゼネコンですね。それの一応一角って形でありますけども、竹中工務店だけは土木じゃなくて建築専業でやってる部分がありまして、売上的には公社の中では5番目というような位置づけになっております。中にはどんな事業部があるんですか？スーパーゼネコンなんで設計部っていうのと、実際に工事を監督する部署で、あとは技術研究という形で研究所等も東京にあったりしますんで、工事以外にも設計部門であったり技術研究の部門があるのがスーパーゼネコンの特徴かなと思います。営業みたいなのってあるんですか、その元請けで？あ、もちろん、はい、あります。それってどうやって取ってくるんですか？竹中工務店は民間に強いと言われる会社でして、昔は営業いらずと言われたぐらい、いろんな会社さんと月密な関係でやってたっていう部分があります。ただ近年はもう世代代わりしてコンペとかで見積もりを出してお客さんに判断してもらうという形の入札形式での営業っていうのが多くなっている形ですね。匿名で竹中さんお願いしますという形でもらえるように努力しているところが営業にはなるんですけども、そういう形でやっています。規模ってどんぐらいの案件が多いんですか？大きいもので言ったら何千億というようなものがあれば、小さいところで言うと今まで建てた現場の改修、ちょっとこのフロアだけ改修したいという何千万ぐらいの規模から、まあ、様々なをやるんですけども、メインで多いのは100億程度のものが多いかなと思います。全然見当がつかないんですけど、どんぐらいの規模のものなんですか、100億って？グレードにはよるんですけど、雑居ビルというか普通のオフィスビル、5、6階建てのビルを建てるのに5億円ぐらい、木造とか内装とかこだわったものを入れると10億ぐらいになる形ですね。だからそれの10倍。僕西新宿住んですけど、機械パーマンとかバンバン建つんですけど、それが100億ぐらい？そうですね、はい、もうちょっとかかります。多分300億ぐらいかかる、5、60階建てのものを建てるとなると、そこに免震構造であったりとか耐震をしっかりするであったりとかホールとかつけていくと、もう何倍にもなるという形ですね。なんとなく金額と規模の、はい、なんか分かってきて。そうですね、はい。あ、じゃあああいうタワーは300億とかすると、普通のちっちゃななんか5階建てとかのビルを建てるってなると5億とかになるんですね。本当に物によるんですけど、入札の話なんですけど、はい、入札される時って価格以外になんかどういったところが気に入られて発注されるんですか、竹中さんとか？一つがデザインですね。竹中工務店としては設計が非常に強いと言われる会社でして、建築物とは呼ばなくて作品と呼ぶぐらい自社設計の力は強いんで、まあ、うちの設計かつ施工でやれるんであればうちに受注くださいという形が一番一つ強いところですね。あとは他の、まあ、スーパーゼネコン他どこでも言えるんですけど、大きい会社なので工期等に関しては、まあ、たくさんの職人さんとか会社のつながりがありますんで、そこら辺の人員を動かせるという面で早く建てたいというような要望にもお応えできるという形で、他社と差別化を図っていくような形ですね。竹中さんがじゃあこれまでこの作品はピカイチみたいなもので言うと、はい、どういったのがあるんですか？都内代表作で言えば、大阪に立ってるアベノハルカスが有名ですね。あとは東京駅の真ん前にある三菱のビルとか、かなり赤字覚悟で受注したものですね。それはなんでですか？そういった一等地に建てるビルっていうのは他社に建てられてるよりかは、まあ、うちで
そこに立てましたというような、まあ、実績も含めて無理やり取ったりというような形もありますし、ここはまあ裏の話にはなるんですけど、例えば大手デベロッパーさんがこの建物をこの金額でこの工期もやってほしいという内容で出してきて、そこで仕事を取ればその金額で、他でもし他のデベロッパーさんが違う物件とかをお願いするときに、前回この金額でやってくれたよねっていう形でちょっと仕事を回してくれたりっていうような、その物件だけにとどまらない営業の方法っていうのもありますので、そういった意味で、まあ、意外と赤字覚悟で受注したりっていうのはやっております。クライアントって国とか自治体とか以外で、はい、その民間っていうのはやっぱ超大企業とかになるんですか？はい、多いのがやはり大手デベロッパーっていうのは三井不動産であったり三菱商とか、あとは鉄道会社とかもありますし、日本の大手メーカーの本社ビルだったりとか、海外進出する際は例えばマレーシアに工場を建てたりとか、そういった分もうちにお願いしていただければ、日本国内のみならず海外の進出も手助けできますよというような形で営業という形をさせてもらっています。なんで例えば三井不動産だったら三井 の, あのスーパーデを作らないんですか？デベロッパーはもう子会社化したりとかやらないもんなんだなと思って。メンテナンス会社等はあるんですけど、ゼネコンとして長年やってきたというところの、まあ、参入障壁はかなりあるかなとは思いますね。技術面であったりとかいうのも施工に関しては追ってる部分があるんで、そこはなかなか不動産をやってきた会社としては踏み込めない領域なのかなとは思いますね。例えば今からそういった竹中工務店みたいなゼネコン作るってなっても無理なもんなんですかね？無理だと思いますね。名前的に竹中工務店ってもともとちっちゃな工務店出身ですみたいな名前にパッと見えますよね。工務店っていう名前も実は竹中工務店が最初なんですよね。工務店の工は工事をすると、無はもともとの設計施工一貫でやるっていうような名前の表れで、それがまあ全国に広がって工務店というような形に浸透したような形ですね。社員の目線で言うと一つのプロジェクトに入ったら、はい、どんぐらいそのプロジェクトに入るんですか？規模によるんですけども、普通だと1年半か2年ぐらいは工事は続きますんで、そこを担当になるかな。でもそんなもんなんですね。安倍の春子ですね。建築ってめちゃくちゃ長い期間働きそうじゃないですか？そうですね、解体から入ると5年とかはかかるようなプロジェクトにはなります。大阪とかだったらいいですけど、まだ大阪に田舎に行って 4,5 年プロジェクトでアサインされちゃったのも結構悩ますよね、社員さんとしては。東京本店所属でも、まあ、いきなり富山の駅前とかでも再開発をやったりしますんで、まあ、意外と楽しいんですよね、はい、設計の仕事って設計図を書くのが仕事ってことですよね？設計の仕事も3業者ありまして、大きく一つがデザイン系をやる仕事、あとは構造設計といって建物が実際に建てた時に地震どれぐらい耐えれますかとか、これぐらいの張り幅で大丈夫ですかみたいなのを設計する部門の構造設計、あと最後は設備設計といってエコとか SDGs とかも盛んになってますけども、どれぐらいの空調設備を入れればエコになります、節約になりますみたいな設備設計をするような部署、この3部門があります。一つの建物を建てるときにもちろん規模によると思うんですけど、何人がかりぐらいで設計するんですか？はい、設計する人は設計の部署みたいなのが分かれてるんですね。で設計部の中でも一人上長がいて、その人が一級建築士を持ってる形で、その下に部下が何人かいて、基本はその人が設計図を書いて、その上長の名前のもと設計をするという形です。で設計図面とか書くのは CAD オペさんとかそういう人が結構いるはいるんですけど、最初の大元の設計する人は一人と二人でやってるような形ですね。竹中工務店に勤めてたらそれは最終的に一級建築士を取れるようになるんですか？まあ、部署によって違うんですよ。決められてるのは国家試験を取得しないと、ある一定の役職にはつけられない。社内ではその設計部がやっぱ人気の部署になるんですか？ゼネコンどこもそうなんですけども、入社の時からジョブ雇用という形、職種で採用される形になるので、希望しても設計部に採用されてなかった設計部に行くことはできない。要は現場に出て現場を仕切るみたいな仕事も部署としてあるんですね。そうですね、あります。そこがもうメインです。採用の難易度的に言うと設計部の方が高そうですね。高いですね。東京大学とか東工大とかぐらいしかいないです。大学院とかで設計とかやっぱり学んだ人じゃないとやっぱ入れないですか？はい、大学院まで行って建設の設計のスコップとかがあるんですけど、あそこで受賞経験があったりとか、あとは海外に留学して、まあ、そこでの設計経験があったりとかいうような人が採用されていくような形になります。
そこを入れたらもう建築業界で言ったらトップなんですね。ほとんどトップですね。もう自社で設計したものがそのまま建物になるっていう非常に魅力的な仕事であるかなと思います。業界内でこうヒエラルキーあったりするんですか？清水建設の設計部の方が竹中より格上みたいなの。ありますね。まあ就活時の話ですけど、一年コム系で行きたい設計部でいうと竹中コムっていうのが一番上がるようなとこで、他のゼネコンは、まあ、正直土木部門の方が強いというような背景がありまして、というのも土木の方は国がやりますんで、今まで高度成長期で建設よりも土木の方がかなり儲かるということで、土木の意見が強いのがゼネコン4社なんですけど、武田工務店は建設一本でやってるっていう部分で設計部が強いというような背景があるんで、まあ、やりやすいでしょうね、設計部からするとっていうのがあります。土木と建築って、はい、違うんですか？建築にも土木業務ありますよね。でも作った後に道路と接するわけじゃないですか。道路に続くまでの石とかあのアスファルトとかは、まあ、土木工事にはなります。年収についても伺っていきたいんですけれども、はい、部署間での年収に差があるのかっていうところと、組み替えて新卒からどんな感じで上がっていくのかっていうのを教えてください。はい、まず部署間での年収差っていうのはほとんどないです。年収差があるのは最初入った時の新卒か、学卒か、あとは高卒かで初任給が分かれるという形で、あとは同じような形で年収はどんどん上がっていくという形になります。年収の上がり方なんですけど、1年目はほとんどなくて、だいたい400万円ぐらいしかもらえないんですけども、2年目以降は額面で5万円ぐらい上がったんで、500万円ぐらいはもらえるかなと。そこから毎年50万円ぐらいずつぐらい上がっていって、20代後半ぐらいになると700万円ぐらいになるかなと。で、30代になると800万超える形になります。これが残業代含まない形で言ってるんですけども、残業代が20万残業80時間するともらえるんですけど、そうすると30代前半ぐらいでは1000万円ぐらいを超えるような形になります。管理職になると、まあ、さらに年収上がって1200万から1500万ぐらいまでは誰でも上がるかなというような、さらに役職に就くと1500万からさらに上に行くのかなっていうと、まあそこはほんの一握り、まあそれぐらいまでは定年まで行くのかなという印象です。残業80時間は結構頻繁にあるんですか？毎月そうです。で、80時間以上はないような形になりますね。基本1000万ぐらいはもう30前後でいっちゃうんですね。いきますね。新卒で2年目でも残業マックスですると700万円ぐらいになります。設計部署の人ってすごいハイキャリアじゃないですか。なんか年収高いのかと思ってたんですけど、今後その出世具合としてはその設計出身が出世しやすいみたいなのもあったりしないんですか？はい、ほとんど変わらないと思いますね。設計の人たちってなんか何を評価されてじゃあ出世していく人は出世していくんですか？一つがやっぱり一級建築士を取ってるかどうか、あとは社内で1年で設計した施工物件の中で表彰されるようなシステムもありますので、まあ、そこで評価されればどんどん上に上がっていくのかなという印象ですね。営業部の人もいるんでしたっけ？営業部もいます。その人たちって受注するために経費切ったりとか接待したりとかってよくなんか漫画とかでは出てくるじゃないですか。ああいうのって実際今でもあるもんなんですか？やってると思いますね。営業は特に意外とそういうことは多いのかなとは思います。だって受注したら何百億って入ってくるのに接待いくらでもしますよね。そんなの現場の闇みたいなのあったりしないんですか？現場はそうですね、基本的にブラックなので、設計とか営業に関しては朝8時半終業で定時が5時半とかなんですけど、もう現場の場合は朝8時から朝礼が始まるんで定時前から始業が始まってるっていう状態で、終わりも会社の中での会議とか夕方6時からあったりするんで、残業ありきのワークスタイルっていうのが、まだ現場の定時が合ってないようなもんです。地方だったら地方のホテルに泊まりながら働くんですか？長い場合だったら借りてくれます、借家を現場の近くに。それこそアパホテルみたいな時に泊まることもあるんですけど、レオパレスみたいなところを半年借りて住んでみたいなあります。結構転勤はする人は多いですね。なるほど。ということで竹中工務店さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。